二比総平君。日本共産党の二比総平でございます。今回の梅雨前線と台風6号7号は線状降水帯などによってまたも各地で過去最大雨量を更新する大雨をもたらし、人命を含む甚大な被害となりました。この1枚目の資料は久留米市田主丸町の知能川の土石流の現場ですけれども、ここでお一人が亡くなられ、そして幾人もの方が重傷と今戦っていらっしゃいます。ご覧のとおり多くの住まいが跡形もなくなってしまっています。痛恨の思いがいたします。私たちがすべきはまず自力では到底できない生活基盤の再建のためにあらゆる支援を尽くすということだと思うんですね。この知能川の東側の谷になるんですが、森山川という谷でも民有林が土石流で崩れて堆積した土砂が民家や農園それから農家レストランに迫っております。こうした中で被災者と自治体の声をよく聞きながら再度災害の防止と復旧に全力で取り組むべきだと考えますが、まず水管理国土保全局長に現状と見通しについてお伺いしたいと思います。国土交通省広瀬水管理国土保全局長。お答えいたします。今回の梅雨前線豪雨では久留米市の南側に位置する箕面連山において土砂災害が複数発生しております。委員の資料にございます知能川では土石流によって下流まで土砂が流下し堆積している状況にあるため、現在福岡県が季節流量に堆積した土砂の除去を実施しているところでございます。また知能川と森山川の上流の渓流内には不安定な状態で土砂や流木が堆積しており、今後の出水で流下し被害をもたらすことが懸念されております。このため国土交通省といたしましては、福岡県からの申請を受け、知能川と森山川で砂防堰堤工の整備を行う災害関連緊急砂防事業を8月14日に採択し財政支援を行っております。また今回発生した土砂災害に対しハードソフトの両面から対策を円滑に行うため、九州地方整備局福岡県久留米市による情報連絡会議を設置したところでございます。今後自治体や地域住民の声を聴取し関係者間で連携して必要な対応に取り組んでまいります。二比総平君。迅速な事業の採択とそれから森山川の谷でもですね、頑張っていただくということで、今最後にお話があったように国県市が協議会を設置して取り組んでいくんだということに大いに期待をしておりますので、ぜひ安心を取り戻していくためによろしくお願いしたいと思います。5枚目の資料はその谷の西側になるんですけども、同じ竹野の地区に流れる七夕川の上流部分で、ご覧のようにですね、氾濫して隣接する民家の護岸といいますか擁壁が崩れて、で宅地がえぐられて、左の隅の方にあるコンクリートの残骸がこれ倉庫が壊れたっていう状態なんですけども、これ、被災者の負担なくぜひ、再建をというふうに求めてき、た、最初ですね、ここは河川指定がされていないんだということでちょっと一体どうするんだろうと思ったんですが、取り組んでいただいたんですが、どのようになっているでしょうか。広瀬局長。お答えいたします。委員のご指摘のとおり今般の豪雨により久留米市田主丸町の七夕川の河岸が浸食し隣接する民家にも被害が生じたものと承知しております。当該箇所については七夕川を管理する久留米市においてすでに大型土のうによる応急対策を実施しており、現在恒久的な対策についても検討を行っていただいているというふうに聞いております。二比総平君。市が責任を持ってですね、
復旧をしていっていただいているということで、本当に感謝を申し上げたいと思います。さらにこうした川が流れ込むのが巨瀬川ですけれども、先ほど下野議員がお尋ねになったように、氾濫をしてですね、大きな浸水被害をもたらしてしまったんですが、先ほど河川整備計画の取り組みについてはご説明がありましたので、私端的に聞きたいと思うんですが、筑後川に、合流するところの、いわば巨瀬川の下流部分というのが国管理で、ここが先ほどのような状況なんですよね。まだ完了しないと。でその上が県の管理の部分になって、国の事業が急がれないと県管理の部分というのはなかなかいかんともしがたいということが一つ。しかも、それとその引き手などの完了の前にですね、現実に、勾配の緩い川で、川の中に大量の土砂、それからそこに木も生えているというような状況になってますから、浚渫、掘削というのは必要なところはぜひ急いでほしいと思うんですが、いかがですか。広瀬局長。お答え申し上げます。巨瀬川の治水体制につきましては、延長約10キロにわたっていわゆる引き手工事、それから橋梁の架け替え工事を現在進めさせていただいているところでございます。これにつきましてもですね、今後国土強靭化の5カ年加速度対策の予算も活用しながらスピード感を持って対応していきたいというふうに思ってございます。合わせて上流の県管理区間につきましてもですね、下流の整備に合わせて一体となった整備が迅速に進むように県と密に国管理区間の改修方針や進捗見込みについて情報共有を行うなどによるですね、事業調整を積極的に図ってまいりたいというふうに思います。加えまして、今回出水により土砂が流出したという懸念もございますので、流下能力による支障があるかどうかということにつきまして測量等も行って確認したいと思ってございまして、そのような体制が確認された場合にはですね、それを随時撤去を行う取り組みをしっかりしていきたいと進めてまいりたいというふうに思います。二比総平君。ぜひよろしくお願いいたします。次の6枚目の資料はですね、大分県中津市を流れる山国川の流域の被害の、状況ですけれども、まずお尋ねしたいのは内水のですね、排水ポンプについてなんですけれども、この矢場家、旧矢場家町や本矢場家のところでは中津市が出水機にレンタルして、青の洞門の近くとか紀伊小学校の前とか3カ所にポンプを作ってるんですけれども、これが今回も内水被害が起こってしまいました。中には砂を噛んで停止したんじゃないかという声とか、それからこのポンプ自体が能力不足だったんじゃないのかというような被災者からの強い声があるんですけども、私県市と連携して検証してですね、必要な対策をぜひ行っていただきたいと思うんですが、いかがですか。広瀬局長。お答えいたします。山国川の上流部では大分県中津市がこれまでの内水被害の発生状況を踏まえ3カ所で排水ポンプを設置されていることを承知しております。当該地区の内水被害の軽減に向けましては、国、大分県中津市が調整を図りつつ浸水要因の分析を行った上で対策を検討することが必要だというふうに認識しております。中津市などが実施する対策につきましては、防災安全交付金などの財政的な支援や技術的な支援も行ってまいりたいというふうに思います。加えて山国川流域全体の浸水被害軽減についても、自治体等が参画する流域治水協議会の場などを活用して流域治水の取り組みを推進してまいりたいというふうに思います。二比総平君。やっぱりその時に国のイニシアチブ責任というのはとても重いと思うんですよね。ぜひ取り組んでいただきたいと思うんですが、こうして見たときに今起こっているのは気候危機の進行の下で中小河川や渓流を含めて氾濫や土砂災害などの危険箇所の対策の遅れが顕在化しているということなのではないかと思うんです。ですから流域に住んでいる住民の皆さんの意見をよく聞いて、中長期かかる整備をですね、着実に進めていくということとともに、短期間で、目の前で安心安全を取り戻していける浚渫伐採などの応急対策をはっきりさせて、再度災害を
を防ぐという取り組みをお願いしたいと思いますが、国土交通省どうでしょうか。広瀬局長。お答えいたします。近年気候変動の影響により水害土砂災害が激甚化頻発化していることから、流域治水の取り組みを強化する必要があり、計画的抜本的に実施する河川改修や土砂災害対策等を今後より一層加速する必要があると考えております。またいわゆる3カ年緊急対策や5カ年加速化対策等を活用し、効果を早期に発現させるべく実施してきました稼働掘削や樹木伐採等の対策についても引き続き推進することが必要だと考えております。今回被災した地域においても安全安心な地域づくりを早期に進めるため、引き続き自治体などの意見を聞きつつ、関係者と連携しながら流域治水の観点から再度災害の防止に向け、地域の実情を踏まえ稼働掘削等のなどの具体的な取り組みをスピード感を持って進めてまいりたいというふうに思います。二比総平君。ありがとうございます。その方針をでのですね、まず具体的な第一歩の例みたいなふうに聞いていただきたいと思うんですけども、この6枚目の資料の山国川の右上の写真、委員の皆さんもよくご覧いただいたらと思うんですが、写真の奥の方で荒れ狂ってるのが山国川本線です。手前が川のように見えますが、ここは田んぼなんですね。この箇所っていうのはキャプションにもあるように2012年、それから2017年のそれぞれ北部豪雨の時にすで、に洪水の被害に遭ったところで、ただ残念なことに2回とも原形復旧しかなされませんでした。それが今回、このような状態で被害に遭い、一番下の段の左側に、水が引いた後の様子がありますが、過去の災害で何とか再建して営農を続けてきたところがこんなような状況になっているということで、もはや復旧はもうできないと、もう原形復旧っていうんだったらもうわしはやめるという声がこの箇所だけじゃなくてたくさん出てるんですね。この真ん中の左側の農地も本当にむごい状況になってますけども、そこでお尋ねしたいのは、再度災害を防止するんだということ、その方針を明確に示して、堆積土砂や巨岩がありますよ、山国川景勝地ですので、その浚渫や掘削などで、具体的に水位をどれだけ下げられるのかということを住民農家の皆さんに、ぜひ速やかに説明していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。広瀬局長。お答え申し上げます。山国川上流部では平成24年の出水を踏まえて、おおむね5年で床上浸水の解消を目指して、床上浸水対策特別緊急事情により集中的に築堤等を実施し、流下能力を向上させてまいりました。今回の豪雨ではその平成24年に匹敵する量を記録したものの、床上浸水家屋が大幅に減少するなど効果が発現しましたが、委員ご指摘のとおり一部の家屋浸水や農地被害が生じたというふうに認識しております。このため今回の出水要因の分析を行うとともに、当該地域が文化財保護法に基づく名勝に指定されていることから、文化庁とも調整を図りながら、稼働掘削や堤防整備等の浄化流のバランスを考慮した計画的な治水事業を推進してまいりたいというふうに思ってございます。また今回の出水後の測量等により流下能力に支障となるような土砂の堆積が確認された場合には、これらの撤去を行うことも対応してまいりたいというふうに思います。これらの内容につきましてはですね、その効果も含めて丁寧に地域住民などにも説明してまいりたいと思います。二比総平君。よろしくお願いをいたします。そこで大臣、こうして写真をいくつか改めて確認いただいたときにですね、営農収入の低迷、資材高騰というのが本当の大変な中にある農家の皆さんの心情というのは、やっぱり私たち本当に受け止めなきゃいけないと思うんですよね。先ほどの大野議員が
派遣広告の中で紹介をされたように、私たちが視察をした五城目町の馬目川水系土地改良区の加藤理事長からも、農家の自己負担を極力なくしてほしいという声が上がりました。8枚目の資料は、そうした中での激甚災害の指定と地元負担の概念図ですけれども、この激甚災害の指定を速やかに行うと、そのことによって災害復旧事業の対象になる災害も、それから小災害も含めて農地農業用施設復旧の農家負担をできる限りなくすということが、食料と農村を維持するために不可欠だと私は思いますが、大臣いかがでしょうか。谷国務大臣。私も7月21日に五城目町を視察して、ご指摘の農地被害、農地被害災害現場も見させていただいたところでございます。確かにこの農地に土砂がこうなだれ込んで、将来農地の今後について大変な不安を被災者の方々が感じておられるということは、私も直にお聞きしたところであります。今回公共土木施設や農地等の災害復旧事業については、地域を限定しない本劇として指定する見込みであるということを7月27日総理から公表して、現在その手続きに向けて手続きを進めているところであります。委員お示しいただきましたように、激甚災害の場合は地元負担、これは自治体によって農家の負担を求めるのか、あるいは求めないのか、そこが自治体の判断でございますけれども、そこは自治体の方ができる限り農家の負担を軽減して、再び農業を営むことができるようにしていただきたいというふうに思っているところであります。現場ではそのまま復旧するのか、あるいは田んぼにするのか、あるいは他の畑にするのか、そういうことも含めて今後よく検討したい旨を私も聞いているところであります。しっかりと農業者の思いを受け止めながら、一日でも早い復旧に向けて我々も努力してまいりたいと思います。二比総平君。農村振興局の整備部長においでいただいています。この8ページの資料にあるように、激甚災害が指定されれば地元負担は過去5年平均で言えば 0.6% という、そういう数字であるにもかかわらずですね、残念ながらその次の資料は、6年前の九州北部豪雨の時のある市の農家向けの資料ですけども、災害の直後にですね、農地なら100分の10の負担がなければ災害救助はでき、復旧はできないという資料が条件になっちゃってるんですよね。で、今回、九州農政局ずいぶん頑張っていただいたようで、こうした説明ではない、希望を農家の皆さんに与えるような方向になっていると思うんですが、こうした取り組みをもっと徹底してほしいということと、それからそもそも農家の自己負担っていうのは、災害復旧の仕組み上は必ず必要とされているものではないんじゃないのかと、この内閣府の資料でも地元負担となっているわけですけど、そのあたりいかがでしょうか。農林水産省農村振興局尾形整備部長。お答えいたします。農地や水路などの災害復旧事業におきましては、国庫補助率がかさ上げされ、高い補助率が適用される仕組みとなっており、激甚災害に指定された場合は国庫補助率がさらにかさ上げをされます。また補助算につきましては、農家に負担を求めず地方公共団体がすべて負担することも可能であり、
地方公共団体が補助残を負担する場合には地方財政措置が適用され、地方公共団体の実質的な負担が低減されます。農林水産省といたしましては、こうした点を発災直後から農政局職員を現地に派遣をいたしまして、被災市町村や農業団体への周知に努めてまいりたいと思っております。李総平君、はい、おまとめください。はい、今回の災害で農政局はじめ現場の皆さんが相当頑張っていただいて、もう答弁は求めませんけれども、被災した灌漑施設への揚水ポンプの設置だとかですね、ずいぶん喜ばれています。そうした支援をどれだけ速やかに届けていくことができるかということ、それから流域全体の治水の前進のためには、何しろ国が財政の上での重い責任を果たさなきゃいけないと思います。ぜひ、そうした取り組みを進めていただきたいということを強く求めて、今日は質問を終わります。ありがとうございました。